こんにちは、みなりんです。今回は1ヶ月でどこまで垢抜けれるのかっていうのを検証していきたいと思います。ちょっとカメラの位置の関係でここ逆光になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと気にしないでもらえると助かります。で、実はもう検証終わって今1ヶ月目突入したんですよ。1ヶ月終わってね。なのでまず1日目から31日目までの顔を見てください。どうぞ。はい、で1日目の顔これです。ちょっと覚えておいてください。どのくらい変わるかではね。はい、こんな感じです。で、1日目の写真もう一回出して、はい、バン。目のあたり結構変わったと思わない？この1日目と比較してみるとちょっと開いたパッチリした感じがします。右目、一応目標としては二重にする予定だったんですけど、二重にはさすがになんなかったです。1ヶ月じゃ無理だね。で、僕が1ヶ月間で取り組んできたことを3つにまとめてきました。1つ目が一番重要なことなんですけど、肌をきれいにすること。僕やっぱり思春期ニキビで、やっぱりニキビに悩んでるんですよ。カメラじゃね、あんまり見えないくらいには綺麗になったんですけど、ここなんかプツプツしてるの分かる？多分ね、ストレスニキビ、あんまりこう睡眠が最近取れなかった時が多くて、1ヶ月だとさすがに治んなかったです。うん、現状維持って感じでした。で、2つ目に取り組んだことが自分の顔に合う髪型を見つけることです。一応ストレートとパーマはどっちも試しました。で、どっちもダメだったダメで、で、どうしようかなって思ってて、アイロンでこうね、いろいろ練習してたら、波打ちパーマ的なやつ、今みたいな、なんか毛流れがね、ちょっと外巻きになってるやつを練習してました、1ヶ月間で。うん、それが良かったかな。今が一番ベストな気がします。難しいんだよね、アイロンって。なんかまだうまくできないんだけど、ちょっとね、うまくなった気がする。だね。なんかね、むずいアイロン。で、3つ目に心がけたことが、小顔系のマッサージとかトレーニング系ですね。僕がやった小顔系のものは全部概要欄に載せておくので、ぜひ確認してみてください。フェイスラインと二重のやつを1日お風呂上がりとか入浴中にね、よくやっていましたっていう、この3つを結構徹底してました。で、またさらにこの3つの中から結構こう気づいたことがね、あったので、それをね、紹介したいと思います。ちゃんとメモしてきたんですよ。偉いでしょ結構ね、丁寧にまとめました、はい、まず一つ目の肌をきれいにするっていうことで感じたことは、一番難しいこと、これ一番むずい。本当に大人ニキビとかとまた思春期ニキビって違うんですよ。高校生とか中学生にね、よく出るやつなんですけど、どうしようもないニキビって感じなんですよね。治んない、あれは。なので、よくってちょっと変わるくらいで、大体みんな現状維持で終わると思います。うん、2年くらいかかると思うな、僕は。1年、うん、少なくとも1年くらいはかかるって思ってた方が気は楽かもしれないです。で、美肌にするために大切なこともちょっとメモしてきたので、それも話しますね。1つ目睡眠、2つ目汗をかく、3つ目食事面、4つ目笑うこと、5個目が恋人作る、彼女とか彼氏系ねって、うん、この5個が一番肌にはね、いいことなのかなって思いました。睡眠はね、できるだけ助かんとりましょう。で、2つ目の汗をかくってとこなんですけど、全然お風呂でいいです。運動できればいいんですけど、ちょっとできる時間がなかったんですよね、僕は。だいたい20分くらい浴槽に全身浴で浸かることですね。結構汗かくので、それでこう毛穴も開いたりするので、その後にクレンジングしたりとかすると結構効果的なのかなって思いました。そう、男の人でもね、クレンジングバームは使った方がいいと思います。クレンジングはした方がいい、絶対にした方がいい。黒ずみもだいぶ減るし、ニキビの予防にもなるしね。絶対クレンジングはやりましょう。でも、これちょっと高いんだけど、うん、乳液とかね、そういう美容液とか買うんだったら絶対クレンジング買った方がいい。絶対クレンジング買った方がいい。一番お金かけるとこはそこかな。ちょっと持ってこよっか。一応僕持ってるね、クレンジング使ってたの、ルルルンのブラックの方使ってました。クレイジュとかもね、安くて使ったんですけど、あれちょっと使いづらかったね。洗い落としづらいっていうのがありました。こういうやつ
乳化もさせやすくて、洗い流しもねしやすくて、結構使いやすかったです。やっぱみんなねおすすめしてるだけあるよね。はい、でお次食事面ですね。チョコと小麦類系ね結構控えました。チョコはマジで食べなかったな僕。チョコパイチョコパイがねめちゃくちゃ好きなんですけど、本当に食べなかったよ1ヶ月間。でもさすがにクリスマスケーキとかは食べたんですけど、ああいう時はねちゃんと食べましょう。みんながいる時だったらもう楽しんでね食べた方がいいと思います。っていうので食べましたピザとかも食べた。で4つ目の笑うことなんですけど、楽しいことをしましょう。人と会うっていうこともね結構大切なことだと僕は思います。この4つ目がね5個の彼女とか恋人作れたところに当てはまっちゃうんですけど、やっぱり人と会うと自分のコーディネートとかね自分の肌とかも見直しがかかると思うので、人と会うってのはね一番なことなのかなって思いました。でラスト5個目の恋人作るってとこなんですけど、これの理由がね、嫌でもよく見せようと頑張るじゃん絶対頑張るでしょ。あとこういうね恋人がいると、まあ今まで言った4つのことを結構継続して努力すること絶対できるんですよ。まあ嫌でもよくしようとするから、なので継続するためのものが必要です。もの言い方がめちゃくちゃ失礼だけど、なんかこう継続できるものを見つけましょう。僕自身はこういうカメラですね、記録しておくっていうので継続してました。あとはな感じで結構まあ現状維持、これでも現状維持でも多分やんないとまだ悪化すると思います。でまあこれで取り組む前にまず言ってもらいたいのが皮膚科ですね。僕自身は全然効果なかったです。なのであんまり僕はおすすめしてなかったんですけど、聞く人はなんかめちゃくちゃ効くみたいですね。エピディオとかなんか僕全部試したんですけど何にも効果がなくて、とりあえずこの皮膚科でね処方してもらったアクアチムクリームってやつと、まあ、クソまずい住民愛毒糖っていう漢方薬ずっと飲んでました。これはめちゃくちゃまずいよね。何に効果があったのか全然わかんなかった。一応スキンケアも紹介しようかな。僕これしか使ってなかったです。キュレルのスプレーの化粧水と、前々から使ってるねバイオヒールボの乳液ですだけ。この2つでシンプルなスキンケアをした後に、この皮膚科のやつをできるだけ効果感じたくてね、これずっと塗ってました。あと洗顔はノブ使ってました。皮膚科で処方されたから。はい、次行きましょう。優先したこと2つ目、似合う髪型を見つけることですね。まあさっき言った通り、この波打ちパーマ的なのをね、ずっとアイロンで練習してました。美容室でそういうパーマかけてもらうのが一番だとは思うんですけど、田舎だとね、特にないんですよ。そんな店。高いし。高校生ってそんなにお金かけれないじゃないですか。なのでアイロンをとにかく頑張りましょう。自分の顔の骨格もね、一緒に合わせてあげるっていうのが一番大切だと思います。で、あとプラスアルファなんですけど、服装とかにもよりますね。なんだろう、好きな服を見つけるんじゃなくてね、似合う服を見つけるっていうのが大切なのかなって思いました。僕はねこういうグレーのセーターが一番似合ってたな。っていうので皆さん見てる人のね絶対似合う服あるはずなので、それを頑張って見つけてください。もし分かんない時は暖色か寒色どっちか似合うか、この2つをねちょっと分けるだけでも結構変わると思います。僕の場合寒色ですね。グレー色が似合ったり、まあブルー系が似合うので、っていう感じですね。次3つ目いきましょう。優先すべき3つ目のこと、小顔系のトレーニングですね。マッサージじゃないです。ニキビがある僕みたいな人はマッサージやるとね多分ニキビ悪化するんですよ、この摩擦でね。もしニキビに当たんないのであれば別にやってもね構わないとは思うんですけど、やっぱりトレーニング系が一番ね肌にもいいと思います。さっきも言ったんですけど、僕がやったねトレーニングは概要欄に載せておきます。2つですね。1つがフェイスラインのトレーニング10分のやつ、9分だったかな。で2つ目が二重の10分マッサージっていうのをずっと継続してやってましたね。最初の1週間だけ朝夜どっちもやってたんですよ。で残りの2週間は夜とか入浴中とかにもねよくやってました。こんな感じですね。でこの3つで順位付けするんだったら、むずい。やっぱりできるのであれば肌をきれいにすることが一番ですね。それが一番垢抜けにつながる。で2位も3位もそのままかな。似合う髪型見つける小顔系のトレーニングです。この3つのことを徹底してやってきました。変化したことって言えば肌がちょっと綺麗になったってのと、ヘアスタイルはちょっと上手くなったかな。なんか上手くなった気がする。でこっちの右目もちょっとパッチリした感じがするっていう変化でした。1ヶ月の検証はこんな感じです。1ヶ月でここまでしか変わんないんだって多分思った方いると思うんですけど、本当に個人差あるのでね、運動できたりする時間があればちょっとまた違ったかもしれないし、肌が綺麗だったらね小顔のマッサージもできてもうちょっと効果があったのかもしれないしっていうのを考えると、もうちょっとなんか本当に個人差があると思います。っていうのでね、まあ自分も皆さんも挑戦してみてください。で今回
回の動画一旦終了なんですけど、ちょっとこの後プラスアルファでね、ちょっと話していこうかなって思います。話していく内容なんですけど、小顔系のトレーニングマッサージでちょっと感じたことをね、話していこうかなと思います。まず一つ目、目元の変化はすごい感じづらいと思います。多分ね、二重にするとか涙袋を作るっていうのは1ヶ月じゃ難しいんですよね。もともとにある顔にちょっと一つ付け加えるって感じなので難しいんですよ。それに対して頬肉とフェイスラインは本当に効果感じやすいと思います。効果感じる方は本当に1週間とかでね、うん、効果感じると思います。そう、あとね、ちょっと僕が思ったことがあって、小顔マッサージとかって1日のうち24時間のうちの20分くらいじゃん。それをたった1週間続けるだけで本当に少しでも効果感じるんだったらすごいことじゃん。でそこでさ、僕の普段の生活でずっと心がけたら24時間になるじゃん、小顔マッサージが。それすごくない？どんだけ効果あるんだよって思わない？だからね、普段の生活が一番重要だと思うんですよ。普段の生活でちょっと明るい顔をしてあげるとか、ずっと笑ってたりするとね、結構やっぱ明るい顔になるんですよ、多分。そう、ストレスも減るしね。なので普段の生活でどれだけ意識して生活することができるのかっていうのがやっぱり、うん、垢抜けの第一歩になるのかなって思いました。喋るとき口をよく動かしてください。僕はなんか癖でね、こっちの上唇が動かないんですよ。なので最近はね、ここの上唇もよく動かして喋るようにしています。っていうのではね、まあ喋ってこう動画に撮ってね、自分の顔とか喋り方の特徴を捉えるとなんか反省するよね。やっぱ癖があるんだよ、気づかないうちに。こうやってカメラで撮っておくと本当に記録にもなるしね、すごいいいことだと思います。なかなかね、カメラの前で喋るの緊張すると思うけど、やってみて。皆さんのストレス解消方法ってありますか？多分あった方がいいと思う。僕の場合はこうやってカメラに喋ってることとか、人と話してる時が一番楽しいので結構話すんですけど、あとまあファッションとかかな、服を買った時とかになんかうわってストレスが取れる。お金払ってでもいいからやった方がいいのかなって僕思うな。最近だとね、クレイルのコート買ったので本当になんかうわーってなった。結構ね、月1ぐらいであってもいいと思う。運動が一番だと思うけど、運動するのもね、なかなかなことじゃん。難しい人もいるんですよ、多分僕みたいにめんどくさがり屋の人は。簡単でもいいのでね、まあ何か見つけてみてください。お風呂に浸かることもね、結構違うと思う。で、最後に僕がね、おやつとか食べないって言ってたじゃん。その間に食べてた間食をね、紹介しようかなって思います。溺れるかと思った。ああ、面白い。感触を紹介しようかなって思います。1つ目、わあ、ちょっとレンチンしすぎたな。こういうね、リンゴをレンチンしたものタッパーに移して蓋閉めてね、レンチン OK のタイプ選ぶとすごいうまくいきます。ちょっとね、食感残ってる感じがいいんですけど、こういうね、アップルパイに入ってるようなリンゴ、このふにゃふにゃ感、なんかこういうね、熱々のものを食べると結構美味しいです。と思います。やばい、つぼる。今ね、リンゴを加熱したらいいのかちょっと調べたんですけど、あんまり栄養的に変わんないですね。健康にいいみたいです。美味しいしね、最近は寒いし、温めて食べるのが結構美味しいです。おすすめ。で、次にね、僕結構食べてたのがこのオーバーナイツオーツって、オーバーナイトオートミールのココア味作ってよく食べてました。メトロンブログさんってわかりますかね？トレーニング系結構紹介してた人なんですけど、あの人が前に紹介してたこの作り方をね、見て作って一緒に食べてた感じですね。美味しい。でね、まあ作ってるうちにだんだんこんな適当にね、もう材料ごちゃ混ぜ状態になって、もう朝にタッパー材料全部ぶち込んで、それをね、2、3時間経つともう食べれちゃうので、あーもうちょっとお腹空いたら食べたいなって思ったら、まあタッパーからこうスプーンですくい取ってコップとかに入れてね、上から蜂蜜垂らして完成って感じです。楽でしょ？結構簡単なんですよ。材料をぶち込んで 2、3 時間放置して終わりなんで。そう、果物は多い方がいいし。で、いろいろ作ってたんですけど、ミックスナッツって市販の、まあ、スーパーとかで売ってるじゃん。それ買ってきて粉々にするんですよ。まあちょっとね、こんぐらいにサイズ感になるまで砕いてあげて、それを入れます。でね、一番綺麗な盛り付けの仕方なんですけど、やっぱり完成したオートミールの上に果物とかココアとかナッツ系を入れるんですよ。上から振りかける感じで。そうするとやっぱ見た目的にはね、綺麗なんですけど、いちいちね、お腹すいた食べたいって思った時に、その工程がめんどくさいって
ということで全部ぶち込んで作ってます。果物は僕ブルーベリー、冷凍ブルーベリー業務用で買ったやつとバナナ入れてます。なので普通にお腹膨れるんですよね。で健康的にもいいし、あとココアで注意してもらいたいのが純ココア、ちょっと高いんですけど万豊店だかの純ココアを使ってます。調整済みのココアじゃなくてね、純ココア、純って書いてあるやつを使ってください。このオーバーナイトオートミール使うときにヨーグルト使うと思うんですけど、それをギリシャヨーグルトに変えるとめっちゃ変わって美味しい。今ねこういうなんかちょっと液体っぽいんですけど、それがねあんまりなくてちょっと固形に近づくんですよね。それでめっちゃ美味しい。高いけど美味しい、まあ、高いのでビヒダス使ってます僕は。そう、あと入れるプロテインなんですけど、これですね、ザバスのなんか理想の体へってやつ。これめっちゃ美味しい、まあ、バチクソに美味しいやつです。ミルクショコラ風味、本当にね美味しいの。これジュースとして飲めちゃうくらい本当に美味しい。あのスムージー作るときにチョコ風味のやつ食べたい時ってない？そういう時にこれ入れると本当に美味しくなるマジで調味料レベルで美味しい。調味料っていうのかな、なんか砂糖感覚で入れられるくらい美味しいです。オートミール1杯につきこれ1杯ですね。これね今日牛乳切れ入れてたので2杯入れたんですよ。そしたらなんか普通に美味しかった。水で作れちゃうんだね。はい、僕の感触はこんな感じです。だいたいこの2つかな。あと水をひたすら飲んでた感じ。あと僕はね夜は何も食べなかったです。夜ご飯はちゃんと食べたんですけど、その後の間食は食べなかったです。カロリーをね消費しないのでね食べない方がいいです。最後に少しまとめるとすると、まあ大きいとこ優先すべき3つのことをまず徹底してください。それだけでね、まあ現状維持、それよりかちょっと上に行くかもしれないです。はい、これにて僕の垢抜け検証動画は終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。